クリスマスメニューを料理人さんに頼んだら、すごいものが出来上がりました。皆さんこんにちは。株式会社経営スパイス社長こと飯野でございます。今回の動画ではプロのフレンチの料理人さんにお家でもできるクリスマスメニューをリクエストしたらこんなメニューができましたシリーズ、そんな試みの番組を3動画提供してもらいます。まずはボリューム1です。皆さんこんにちは。本日の料理人様をご紹介します。7回目のお出演になります。水道橋ビストロイより中山さんです。お願いします。こんにちは。こんにちは。もう7回目ですね。よろしくお願いします。はい、今日はクリスマスメニュー企画ということなんですけども、ゆうさん今日は何を作ってくれるでしょうか。はい、本日も3品作らせていただきます。オードブル、はい、またローストチキンを作ろうと思います。最高ですね。よろしくお願いします。はい、今回クリスマスメニューという企画でしたけども、はい、結構難しい料理になっちゃうんですかね。いえ、少しいつもよりは凝ってみましたが、お家でもできそうなクリスマスっぽいメニューを、作らせていただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ね、はい、よろしくお願いします。今回は料理人中山優さんがクリスマスメニューを簡単、美味しい、楽しいにこだわって3品作ってくださいます。それでは早速いってみましょう。レッツスパイスキングダム。はい、まずはクリスマスカラーで作るタコと野菜のオードブル。材料説明を優さんお願いします。はい、蒸しダコ 30g、はい、パプリカ、ピーマン、赤、黄、各 20g、はい、ハラペーニョ 15g、はい、香草バター 15g、はい、じゃがいも 60g、はい、マヨネーズ 10g、はい、香草バター 20g、はい、エクストラバージンオイル 10g、はい、マヨネーズ 20g、はい、レモン汁 10g、はい、小口ネギ、クレソンが適量です。はい、はい、ゆうさん、決め手のこの香草バターの材料説明をお願いいたします。はい、バター 150g、はい、白ワイン 150g、はい、乾燥パセリ 3g、はい、乾燥タイム 1g、はい、塩 1g、はい、黒胡椒 1g、はい、ガーリックパウダー 5g、はい、ジンジャーパウダー 2g です。はい、スパイス社長、オードブルできました。お願いします。できました。美しいですね。それでは早速いきましょう。
クリスマスカラーで作るタコの野菜のおうどん。いただきましょう。せーの、実食。よろしくお願いします。あ、おぉタコの身に、はい、わぁ、すごい綺麗で、下がジャガイモ、真ん中がパプリカ、ピーマンとかなの層になってるんですけど、パプリカ、ピーマンの層は、香草バターで炒めているので、冷やすことによってバターの油分で固まるように作ってあります。で、決め手がこちらのソースになるんですけど、ソースは酸味が効いてて、主にベースとなるこのお料理自体の塩分はすごい抑えてるんですけど、ソースにしっかり味を入れてるので、ソースしっかりつけてもらって召し上がってもらうお料理になってます。最高です。ですか。はい、マジかこれ、本当美味しい。いや本当美味しいですよ。まあちょっと僕酸味結構好きなんですけど、そうですか、はい、このソースとこと、こしたポテト、はい、お野菜なんか入って、ちょっとこれピリッとするのか、そうですね、ハラペーニョもちょっとオードブルなんで、最初は酸味立たせたかったんですけど、そこただ酸味だけだと多分食べ飽きてしまうと思うんで、ちょっとハラペーニョでアクセントをつけてるっていうお料理です。これでも家で出てきたらちょっと感動なんですよね。あ、ですか。でも最初、はい、動画撮ってるメニューの時に、はい、材料が少なくて結構びっくりしちゃうんですよね。ああ、そうですね。それでこんなになっちゃうんですか、豪華に。ああ、そうです。はい、もうそう思っていただけると。はい、すごい、ちょっと、これはぜひ。そうですね、そんな難しくないと思いますので、はい。はい。いや、もうちょっと、本当ワイン欲しいですね。白ワイン、本当に。はい。皆さん、これぜひ、お試しください。